はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、ハッシュ制限の手付金額の制限と手付金と保全措置の関連問題について、理解していない方が非常に多いので、この点を解説させていただきます。ぜひあなたもこの部分理解できているかどうか確認していただければと思います。で、どういった内容かっていうと、まず A さん、これ売主業者です。で、 B さんは買い主で宅建業者ではありません。で、売主業者は未完成の宅地、土地を2000万円で売却しようと考えております。そして売主業者 A 社は保全措置を取った上で手付金500万円、これを受領することは可能なのか、それとも可能ではないのか、この手付金を受領したら宅建業法違反になるのか、それとも宅建業法違反じゃないのか、これを考えていただきたいです。で、一応ですね、5%、20%、代金ですね、代金の 5% は100万円で、代金の 20% は400万円ですと、いうことも一応、書いておきました。いかがでしょうか。これ、迷う方多いんじゃないでしょうかね。ただ、これは理解をしていれば、簡単に解ける問題なんですね。そのポイントって何なのか、理解している、していないの違いって何なのか、ここをお伝えします。理解している方っていうのは、手付金額の制限と手付金と保全措置のルールは別々なんだ。そしてどちらも宅建業法に違反しない時に限って違反ではない。どちらか一方でも違反している場合、またはどちらも違反している場合、これは当然なんですけども、その場合に限って違法なんだと、宅建業法違反なんだというふうに理解していれば正しいです。これを理解できていればこの問題は解けるんですね。つまりどっちも違反してない時、初めて宅建業法違反じゃないっていうことなんですよ。ここを理解していない人が非常に多いんですよね。だからこの問題、答えは宅建業法違反なんですけども、保全措置を取ってるからこれ2割を超えてもいいんじゃないのって思ってる方いるんですよ。これは違いますよ。これ2割超えて受領するっていうことは手付金額の制限にこれ違反するわけなので、だから宅建業法違反ですよ。こっちにはもちろん違反はしません。保全措置取っているから違反しないけれども、こっち違反してるわけだから、この部分で宅建業法違反になるということなんですよ。ここをちゃんと頭に入れてほしいんですね。で、一応念のため保全措置については、これ宅建業法違反じゃないっていうことをお伝えします。これなぜかというと、未完成物件の場合っていうのは、原則ですね、保全措置を取らないと、手付金だったり中間金って受領しちゃダメなんですね。ただし、未完成物件の場合、手付金額の 5% 以下、かつ1000万円以下の場合に限っては、例外的に保全措置が不要になってくるんですね。で、今回、5% 以下じゃないですよね。5% っていうのは100万円です。100万円より多く手付金を受領しているわけだから、これは例外には当たらないということです。つまり原則通り、これは保全措置を取らなければいけませんよ。っていう内容なんですね。だから今回は保全措置を取っているから、手付金と保全措置のルールについては宅建業法違反ではないですよっていう話です。ただし手付金額の制限、こっちに違反してるから全体としてはもう宅建業法違反になっちゃうんだということになるということです。これも試験に出やすい部分なんで、ぜひですね、ちゃんと理解した上で頭に入れていただければと思います。最後にキャンペーンのお知らせです。試験3ヶ月前になった今、何かお悩みはないでしょうか。今回は特別に無料でアドバイスさせていただくキャンペーンを開催させていただきます。この問題がわからない、残り3ヶ月勉強の仕方がわからない、何を勉強したらいいのかわからない、時間の作り方がわからない、勉強計画どう立てていいかわからない、こういったお悩みについてアドバイスさせていただきます。問題の解説については一つでお願いいたします。何問もご質問いただくと、結局有料で受講していただいている個別指導の受講者さんとか短期集中実力アップ講座の受講者さんと同じサービスになってしまいますんで、その点ご了承ください。1問だけでお願いいたします。お悩み相談はこの動画の下の説明欄に URL 貼っときますんで、そちらからご相談いただければと思います。たまにメールアドレスが間違っていて返信することができない場合があります。
メールアドレスが正しければ5分以内に自動で返信メール届きますんで、もし届いていないというのであれば再度ご相談いただければと思います。まだ3ヶ月ありますんで、今年の合格も十分目指せます。諦めずに頑張っていきましょう。あなたの合格を応援しております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。